映画作家の真山です。漫画家の木村隆です。ベタな質問にこう答えていく的な、もしもタイムマシンがあったら、うん、過去へ行くか未来へ行くか、あ、そしてその理由。これはでも難しいね、うん、なんか期限も見たいんだよね、その過去に戻って。ルールとしては、うん、まあ、見るだけで、うん、過去の失敗を直したりとか、うん、はい、できないし。これでも両方見てえな。なんかこう、うん、ね、神様が何なのかみたいな、うん、神様というか、まあ、要はそういう、うん、生まれたこの生命とか、うん、星が生まれた起源も見たいし、うん、何十億年前とかに遡って、うん、でも人類のことの顛末とか、うん、あと宇宙の顛末も見てみたいっていうのもあるし、どっちかって選ぶんじゃなくて、うん、まあ両方いけるとして、うん、何がこう見たいのかっていう、進化の過程を見たいかな。うん、ちょっとこう早送りじゃないけど、うん、本当にこう、なんだろう、進化論とかに基づいて、うん、こう人間が発生してるのかどうかとかさ、うん、その辺も知りたいのもあるけど、恐竜とかもね、うん、ジュラシックパークみたいにあんまり走れなかったっちゅうの。あ、なるほど。まあ、基本的になんかこう死肉を漁るというか、うん、他の中型ぐらいの肉食動物がこう飼ってたやつを後でこうずかずか行って横取りしてたんじゃないか、うん、ハイエナ的なね、うん、そうだんだんモンスターっぽい感じではない、うん、あんな強かったら、まあ、もうほとんど食われちゃうもんね、うん、バランスがいくらなんでも悪すぎるかなって感じもあるし、うん、まあ、その辺も見てみたいし、まあ、色も気になるしね、うん、色素はなんか一応今の段階ではちょっとね茶色っぽかったりとか、うんうん、ちょっと紺色っぽかったりとかするけど、うん、実際の色は全く分かんないっていうか、うんうん、毛が入ってたかもしんないし、その辺が一発見たらもう解決しちゃうわけだから、うん、それはちょっと見たいな。これって何の話がしたかったかっていうとさ、うん、現時点でタイムマシンないし、うん、過去にも行けないし未来も見れない、うんうん、でもまあそこを想像して、うん、まあ、創作、うん、押していくじゃないけど、はい、ある程度根拠に基づいてこないと、うん、過去の話も未来の話も読んでる人があんまり納得しないっちゃう、うん、ある程度の根拠に基づいて妄想をするみたいな。アバウトタイムっていう映画を見たんだけど、はい、うん、あの前にバックトゥーザフューチャーのさ、うん、話をした時にさ、うん、過去に戻って、うん、パパとママのこの恋愛、うん、息子のことをママがこう好きになっちゃって、うん、自分はこう生まれなくなっちゃうんじゃないかみたいなやってたけど、うん、実はそういう問題ではなくて、うん、まあ、遺伝子的にちょっとでもこう過去を変えちゃうと自分は生まれなくなっちゃうんじゃないかみたいなさ、うん、それをアバウトタイムって映画ではすごいリアルに表現してて、暗がりに入って、うん、まあ、手をぐっと握って、うん、こう戻りたいところを想像すると戻れるって話なんだけど、うん、でまあいろいろやってて、それも恋愛もこううまい具合、うん、都合のいい風に戻ったりも、あの過去に戻ったり現代に戻ったりして、うん、こう自分の好きな人くっつくんだけど、うん、子供が生まれてから過去に戻って元に戻ると違う子供が生まれちゃってる。自分の人生を何か変えるんだとしたら、うん、自分が生まれる前に戻っちゃった時点で、うん、もうアウトなんだよ、ね、うん、自分が消滅するっていうか、うん、もうまず天文学的数値で自分は生まれないとか、まあ、例えばその何だろう、1日3000、あ、違うか、何だっけ、3億個精子が、うん、あのまたできて、うん、でも 3億個の中からその自分がまず来ることを、まあ、かなり確率低いわけじゃん。で、確か忘れちゃったけど、2日に1回ぐらい、うん、1回タンパク質にあの排出しなかった精子は、うん、あの分解されるんだよね。あ、ってことは、まあ、2日に1回はであの3個入れ替わりまくるわけ、うん、で、それを何回もやってたら、その分何十億何百億って確率になってくるから、うん、まあ生まれないよって話になるんで、そのちょっとずれたんだよ、うん、だからもう過去の何か影響だけでも
ずれちゃうから、うん、自分が生きてる時に介入するんだったら、うん、自分はまあとりあえず生きてる状態にはなるから、うん、まあそこからは進化はしないっていうか変化はしないから、うんうん、にはなるけど、でもただ自分の子供とかは多分だいぶ変わっちゃう、うん、そのまあ同じよう遺伝子を受け継いでるから似たようなやつにはなるかもしれないけど、うん、でもなんか違う感じにはなると思うんでね、顔もちょっと違ったりもするかもしれないし、うんまあ、その辺がちょっとおかしいっちゃう。タイムマシンが未来にもしできたとしても、うんまあ、そうなると今の現代が結構むちゃくちゃになってないとおかしいとかね。タイムマシンの話は結構面白いじゃん、面白い。